はい、前回の続きからやっていきます。じゃあこの村、はい、はい、もう入るっていうか、もはや目の前だったのに、どういうこと？うわもう怒った、倒す、容赦しない、容赦しない、もう。バイバイ。 MP ないな。あ、ブリラド覚えた、サンダー覚えた、めっちゃ覚えたね。でも衝撃的だよね、入る直前だと思う。はい、今度こそ何村だっけ、ダリだっけ、違うかな、違ったらどうしよう。あー、風車だ。ビビア、ではこっちだぜ。もう寝るの？僕、風車を見に行きたいな。気持ちわかるけど、今宿に入ろう。それに今後のことも決めなきゃな。そうだよ、とりあえずね。後で見に行こう、一緒に。見た？見た。何この子たち、倒す。あ、ダリだ、ダリ。勉強の村、ダリ。あ、ここの BGM すごい好き。寝てるのか？仕事して。あ、これはどうも、すいません。おやじさん可愛いから誰でもらっちゃ困るな。いいえ、お嬢さんではなく。何？どうぞどうぞ。あ、ここビビちゃんがあれだっけ、あの時短、私の泊まる部屋はどちらでしょうか。そこでみんなで泊まるんだ。時短、私男性の方との同室は気持ちわかるけど、こんな小さな村の宿に個室なんてないんだ。まあ、そうだよね、田舎だもんね。入った入った、かわいい。いや、かわいい。寝る前に教えてほしいことがあるんだ。城を出てどこに行くつもりだったんだい？あの天城貴重艇が飛べば今頃は、隣国のリンドブルムについていただろうけど。エクソンドリオ国を出るつもりだったのか。確かに劇場艇にうまくかけりゃ、国境の南ゲートも楽々通り越せたか。けどこうなった今は南ゲートを歩いて越えるしかない。国境越えか。ハードだね。一段聞いてください。どうしてもやらなければならないことがあるのです。理由はまだ言えないのですが、でもどうか。わかった。必ずリンドブルムまで送り届けるよ。ビビちゃん眠いのか？えい、黙って聞いておれば、こんなことを追加。だから姫様が行くって言ってるんでしょ。姫様、このようなものの言葉を信用してはなりませんぞ。魔の森のようにいつまた危険にさらされるやもしれぬ、知れませぬ。何があったかは存じませんが、自分の共に城へお戻りください。魔の森でダガーをすぐに助けなかったことは全く俺らしくなかったぜ。だけどもう迷わない。ダガーは俺が連れて行く。かっこいい。思い上がりも肌肌しい。その役目はこのスタイナーが、今も昔もこれからも。じゃあどうやって城に戻るつもりなんだ？それはこれから考えて。喧嘩しないで。あ、寝てる。かわいい。ビビ殿、疲れてたからな。なのにおっさんがふだふだ言い出すから。だってもう寝ようか。ジタンとダガーが隣同士だったね。いい感じ、いい感じ。スタイナーとちょっとダガーが一緒だとね、ちょっとね。優しい声だ。誰が歌って、マナ歌すごい好き聞いたことない歌だったな。バテナナダガー
なんだ、みんなもう起きたのか。犯人呼びに行くか。ここ行こう。アクティブタイムイベント。戸惑うビビ。どうしたの？鼻垂れ小僧グド。言いにくいね、グドって。あれ、あの時の。何そんな感じ悪いな。本当感じ悪い。僕って避けられてるの？いや、もうちょっとひどい。倒そう。ファイヤー、ファイヤー。もう、避けないでよ。ファイヤー、ファイヤーしたら余計避けられちゃうね。ゲーム毒消しねえ、ダリーン文庫。100万ギル貯める方法。楽してお金持ち、儲かりマッカー下巻。ここの店主のセンスがちょっとやばいよね。その手の本って売ってるよね。カラー占いじゃないか。何年か前にリンドルームでわっと流行って、あっという間に消えたやつだ。10ギル、まあいいよ。今日何をやってもダメな日はあります。歩けばつまずき、食べれば腹痛、物はなくなり、出会っても最悪、家に帰って寝てしまうようになります。そんなあたの今日のラッキーカラーイエロー。ラッキーカラーの衣装買いません。うん、さよなら。うわー、今日だったわ。ちょっと不幸かもしれない。ナガ頑張る。今頃城はどうなっているのかしら。あんな騒ぎになってしまって。まあでも騒ぎのね、半分ぐらいはブラネだから大丈夫だよ。お母様ったら私を助けるためとはいえ、攻撃なんてやりすぎだわ。本当だよね。民や貴族たちで怪我をした者もいるでしょうに。大きな被害でなければいいのだけど。怪我では済まない人もいる、魔の森では。畑のおばば解いてくれ。あ、申し訳、いえ、ごめんなさい。まったく近頃の若いもんは。何をなさっているのですか。見りゃわかるだろう。こうやって野菜につく虫を取ってってよ。虫は殺すとですか。それがどうしたで。虫だってモンスターと変わらないさね。油断してると大事な売り物を台無しにされちまう。売り物、そうだよね。ガーネット知らないもんね。ほら、いた。うわー、ブリムシ。うわー、ブリムシ。ブリムシ、それを食べるのですね。平気なのかい。ブリムシを嫌がらないなんて変わってるね。そうなのですか。あまり見たことなかったので。ダイドは直した方がいいと言われたから、ここは嫌がった方が良いのかもしれないわ。1、2、3。うわぁ、画面越しにね、近寄ってくるブリムシの気持ち悪さ。モグー。あ、グーモじゃん。モグネット。グーモに手紙出せ。モイスからの手紙？モイスさん苦手クポ。でも読むクポ。まあ、ちょっと喋り方独特だったからね。モイスからグーモへの手紙。なんや、羽の生えたやつが来よって思いっきり氷付けにされてもた。氷付けにされてとき、何の挨拶もせんとスティルツキンが通っていきよったで。そやけど、俺も氷の中におったから返事はできんかったけどな。やっぱり柄悪いクポ。でもステルツキンが旅を始めたクポ。ステルツキンからの手紙は楽しみだクポ。来てないのかな、手紙。来てないんだ。そっか。じゃあセーブします。はい。よし。ちょっと、慣れてるよ。仕事して。猫は見ていた。猫かわいい。お前か。俺はどうすればいい。頭下げるのは嫌なんだ。でもみんなの、みんな稼いでるのに俺だけ稼げないなんてよ。その態度だからじゃないの。そうだ、あの客が連れてた
あれのことを教えれば頭下げずに済みそうだ。最悪。最悪だよ。いろいろ回ろうか、じゃあ。ああ、装備品買えるんだ。あの、所持数1。持ってるな。あのリスト。あ、でも羽付きの帽子持ってないね。2個ぐらい買っとく。3つ買っとく。シルクの服か。まあ、いっか。はーい。装備、あ、今いないんだ、みんな。ここかな。私はこの村の、モサダが。なんだね、君は。私は忙しいの、さっと出て行ってくれ。感じ悪い。あ、ビビちゃん。曜日、ビビ何してるんだ。チタン、ちょっと考え事。あー、ビビ好みの女の子がいたんだな。違うよ、そんなことじゃないよ。女の子が嫌いなんて言うなよ。あんまり考えたことない。俺はいつも考えてるけどな。実は俺リンドブルムじゃモテモテだからさ。わからないことがあったらこの俺に何でも聞けよ。ありがとう。とりあえずこれからどうするか決めよう。だからとおっさん探してくるから、ミミも宿に戻ってくれるか。分かった。ところでここ何か見えるのか。クエーって鳴き声が。チョコボだけど。いや、また宿で。チョコボってなんだろう。あ、見たことないんだ。チョコボ。うわ、もう最悪。ダイナーのおっさんとの服だが、どこにいるんだろうか。だが、まだまだ頑張る。ビビちゃんを助けに行かなきゃ早く。先ほどの妙な顔をなされてしまったけど、今度はこの子と話して普通の喋り方を覚えましょう。大丈夫？いらっしゃいませ。あの、ちょっとおしゃべりしませんか？おしゃべり？買い物しよう。品を見せてもらおうじゃ。その、え？お客さん来て、この子なの？ちょっとエプさんでいいの？エブさん？ちょっとさ、ちゃんと教育した方がいいと思う。でもせっかくすげえことを教えてやろうと思ったのに、私が仕事をしてるの見ればわかるでしょ？私のことは気にしないでください。はい。え、ごめんよ。実はさ、何？何ぶつかってこないで、何この感じ。あ、いた。だが、何か面白いのでもあるのかな。え？じたん。何見て、顔が赤いぜ。熱でもあるのかい。ないわ、大丈夫よ。なんか妙だな。そうか、いい感じだぜ。ここはやっぱ優しくね。ありがとう。劇場亭の舞台もきちっと演じたでしょ。嘘のうまい女と思ったけどな、はちょっと失礼だよね。ルビーがいるのでしょ。私、エイボン教のお芝居は大好きで全部見てたの。君のことになりたいは大好きな作品の地だったの。ルビーって劇場亭であった不思議な口調の話していた女性の方。まあね、あの人のような話し方をした方がいいの。いや、あれはね、やめた方がいいと思うよ。違う、あれの喋りは独特でさ、真似しても似てないって文句言われるだけなんだ。これが
だからダガーはダガーで、ね、普通の喋りよな。わかりま。わかった。ああ、かわいいかわいい。いいね。これからどうするか決めるから宿に戻ろう。はい、戻ろう。あなたは？でもすぐに戻るよ。わかった、じゃあ後でね。いい感じ、いい感じ。でも喋り方を直すっていうのは結構難しいよね。いや、と楽しかったわ。よし、まだ猫は見ていた。あ、モグ。いや、笑ってんだけど隙見悪いよね。あいつの、あいつ驚いた顔と言ったら、慌てて若いものに回収させやがった。あとは今の客が宿を出るまでおとなしくしていればいい散歩だ。もっと寝たふり寝たふり。悪質、大体さ、モグがいるんだからさ、モグが喋ったら終わるよね。その辺はどうなの？ちょっと甘いんじゃない？よし。したいな、あのおっさんのことは放っておいて宿に戻るか。まあね、ほっとこほっとこ。ちょっと、まあ、してちょっと考え、寝たふりなのか考え事なのかどっちだよ。だがしかいない。待たせたかい？ビビには声をかけたからもうすぐ戻ってくると思う。どうだい、この村は。城の外はめっちゃ出てないんだろう。子供たちも楽しそうだし、見たことのないものがいっぱい。それにこんなに自由に歩いたのは初めて。でも、どうして子供たちしかいないのかしら。ああ、そうなんだよな。これまでだったら村のそば一面の旗で働いたんだろうな。すごく小さい畑しかなかったわ、うん。この村は何かありそうな感じがする。身が持ったらすぐに出発しよう。シュタイナーはどうするの？南ゲートを越えるうまい手を考えたんだ。城の連中はダガーだけを探しているから目立つダガーを隠せばいいんだ。今の世の中だからな、きっといける。つまりあんなおっさんがいなくてもこの俺がいれば大丈夫ってことさ。女王陛下のスタイナー、薪の積み上げ完了しましたぞ。何やってんの？他に手伝えることを言っていただきたい。掃除は私の仕事です。そんなことされても困ります。困るって。しかしこれで時間ができたという、うん、これで時間ができたというもの。そろそろ父上がどなたかを紹介してもらえるとしたのだが、お父さんは夜にならないと戻りません。他の人たちも働いているので昼にここに来ることはありません。バイバイ。情報収集の基本は酒場であったはずだが、まあ、大人がね、いないからね。いや、失礼。別に大人である必要はなかった。そのためにお聞きしたい。この村の交通事情を詳しく知りたいのである。宮廷でも馬車でも何でもいいのだ。理由は言えぬが、城にお連れせねばならぬお方がいるのだ。そのため協力していただきたい。おじさんってアレクサンドリア城の人なんですか？他にも、今は女王陛下のフルート隊、隊長、アデルバート・スタイナーである。ブルーノ隊？あ、知ってます。後ろの方ならお話できます。村の外にある物見山に行ってください。モリットさんっていうおじいさんが住んでいます。カーゴシップを面倒を見てる人なんです。カーゴシップね。ボロ飛空艇とかちょっと失礼だよ。かたじけない。何か？そうじゃ、ありがとうございました。いい子だね、スライちゃんは。気遣い無用。助け合いさんは自分の方である。寄り添うので失礼する。いい子だった。結果的に忍び込んでも大したことはなかったんだけど、それでも金、何の話してるの？娘の話はつまんないかい？いえ、そういうことではなく、ビビがまだ戻らないからちょっと気になってたの。そうだな、遅すぎる。夕方になってるもんね。スタイナーのおっさんともかくビビが戻らないのは変だな。よし、
恋子探しに。このおじさんとっちめてやろう。ここにいるおじさん、ちょっと夕方ですよ。結構です。じゃあセーブしてから探しに行こう。はい、よし。やっぱセーブはね、こまめに取っちゃうよね、 RPG やってると。なんかこの子たちぶつかってこないで。そういえばビビのやつはそこにいたんだよな。君たち知らない？ちょっと、ちょっと、長い帽子をかぶった男の子知らないか？どこの子？男の子なんて知らない。どういうこと？男の子なんて知らない。あれのおかげで果たし事しなくて済むんだ。私の知ってる男の子はそこで走ってる子たちだけ。知るだけ楽しいのかな。マリンだって、名前マリンだ。チョコバの鳴き声。ビビはここにチョコボがいるって言ってたんだ。シクシク鳴き声。シクシク、あの穴から聞こえる。ビビ、どこにいるんだ。地下か、動けないのか。さっきまで人がいてここから出るなって言われた。もう最悪、倒そう。怪我はないか。うん、だって今からそっちに行く。なるべく早く行くから、おとなしくしてるんだぞ。うん、よし行こう。なんだろうな、一体。きっとこの村のどっかに地下への入り口があるはずだ。それを探そう。どこだっけ。どこかの村に見えるけどな。記憶は確かなのでこの辺だった気がする。当てにならない記憶なんだけどね。アイテムあるじゃん。図風車止めて。取れないって。風車ってなんか止まるタイミングあった気がするんだけど覚えてないな。ここが？どうしたの？そうだった。そうだった。この人の家だった。行こう。そうだそうだ。これじゃない？何も近い続いてますって感じだ。オッケー、降りよう。ビビちゃんを助けないとね。よし。怖いよねこれ。エレベーターとしては微妙だよね。56ギル。よし。こんな薄気味悪いとこにね、連れてこれるのやだよね。こいつは。チョコボもかわいそう。なんか日が当たってないから。ただの保存、ただの保存じゃな。どうしたの？いるじゃん、思いっきりね。なんで動いてるんだろう、これ。これ見つけたので村長の弟さんだって。あれ、村長の弟だったの？らしいよ。兄弟喧嘩も終わったから、晴れてない俺たちの仲間であってさ。弟さんってあのばあさんと同じ考えじゃなかったっけ？畑を潰すと何事か。ね。あんなの村長と喧嘩してたから言ってただけでしょ。人でも足りなかったしいいんじゃないの。それよりこれ早く箱に入れよう。箱に入れて送れば釧路の連中が判断してくれるよ。そう、俺たちは作るだけってことさ。あった。樽の模様早く来いよ。すごい力あるよね。だがちょっとバッてやんないでほしい。歩いてって言えばいいでしょ。ムカついた。倒す。どうしたんだ。小屋のそばに大きな樽があったでしょ。あれと同じ模様の樽を城で見たことがあります。きっとここはアレクサンドリアと何か関係があるのです。
ならばそれが何かを突き止めておきたいのです。そうだね。ですから詐欺となるような行動を取らないでください。 OK。 ビビが危ない目に遭いかけたら俺が騒ぎを起こしても助ける。かっこいい時短と、ゾロックに分かったみたいだ。最悪だよね。ちょっと相手もあったわ。どうしよう。こんな大きなただアレクさんとギャジェット。そうだよね。ヨコボ、喋りできないの？できないって。あ、あって。見えた。休憩ろ、OK。手紙来ないかな。じゃあ。今回はここで終わろうかな。はい。いいところにモーグリがいてくれてよかった。タイミング的に。じゃあ、次、まあ、ビビちゃんを助けるところだよね。はい。じゃあ、終わろう。バイバイ。